さんこんにちは。エイブルネットワーク岡山駅前店の桜木翔吾と申します。今日は北区多摩地区2丁目にあるサンマンション岡山のルームツアーに行くと行きましょう。それではご案内いたします。気をつけてくださいね。それではエレベーターを待ちたいと思います。はい、それでは到着しました。それでは中の方に入っていきましょう。お邪魔します。お、中入るとちょっとした廊下がありますね。見てください。はい、それでは中の方にお邪魔していきます。まず入って右側にブレーカーがありますね。このドア、何ですかね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、廊下を入ってすぐには上に手を伸ばせるくらい広い収納があります。で、ちなみになんですけど足元見てください。足元にはコンセントもあるのでしっかり使えますね。ちょっと入ってもらって左側を見てください。こちらが洗面台です。ちょっと電気がつかなくて暗いんですけど中に入ってみましょう。このおしゃれなデザインの洗面台がありますね。そしてここには下から見てもらうね。はい、収納もあって、次に洗濯機置き場があります。ちょっと上には洗剤とか置けそうな棚もありますね。さあ、カメラマンさん、ちょっとお風呂場見てください。壁から伝わるおしゃれ感ですね。はい、それでは次のコーナーに参りましょう。お風呂場の隣を開けると綺麗なお手洗いがあります。あ、カメラマンさん、ちょっと来てください。こんな感じで料理もできますよ。広さも抜群なんでいろんな料理が作れそうですね。換気扇もバッチリ、コンロもバッチリ、収納もバッチリ。これはまさにバッチリの3点セットですね。はい、次のコーナーに参りましょう。あ、その前にモニター付きのインターホンもあるので防犯上もバッチリです。先に左の上を見てみましょうかね。収納もしっかりある洋室になります。カメラマンさん、壁見てください。壁ガラから伝わるおしゃれ感ですね。はい、次参りましょう。その向かい側になるんですけど、こちらも広い洋室になってます。カメラマンさん、壁見てください。今さっきとは違うおしゃれ感が伝わる壁になってます。はい、収納もバッチリですね。とても広い、めちゃめちゃ物が入りそうですね。はい、次は真ん中のお部屋に行っていただいて、なんと外を見ると岡山の街が一望できるくらい広いんです。カメラマンさん、出てみましょう。ぜひこの岡山の景色を僕と一緒に見てください。あちらに見えるのが、見てください、イオンモールまで目と鼻の先ですね。そしてちょっと右側に行くと中島屋やビッグカメラ、岡山駅方面です。そして下を見るとこちらは冬になるとライトアップされる西川沿いです。ぜひ見物なんで楽しみにしてください。はい、それでは中の方に